まばゆいばかりのスポットライトを浴びる華やかな世界で活躍を続ける芸能人。しかし多くのライバルが存在する芸能界において、その地位を守り続けることは至難の業。かつてタレントのマリエはある大物芸能人から体の関係を強要されたことがあると暴露。真鍋かおりもまた事務所の事実上のオーナーと関係を持つことで番組に出演できたタレントがいると聞いたと告発。芸能界のご意見番として引っ張りだこの梅沢富美男もテレビ番組の中で、この業界では昔からやってるやつはいっぱいいると断言。芸能界で生き延びていくために必要不可欠とも言える一つの手段、それが枕営業。今回はそんな枕営業で這い上がったのではないかと言われる芸能人について紹介していく。しまゆうのアトリエ。1. 広末涼子。お疲れ様でした。お疲れさん。今日の撮影は大変だっただろう。いえ大丈夫です。一緒にお仕事できてとても勉強になりました。それならよかった。どうだね、この後一緒に食事でも。え、食事ですか？都合が悪いなら構わないよ。そうではなくて、私今生理中でできないんですけど、それでもいいですか？はぁ？君、枕営業をしているのか？1995年、14歳で女優デビューするや否や、その類まれなる透明感と愛らしさから瞬く間に人気に火がついた広末涼子。数々のヒット作に出演し、2度の結婚と3度の出産を経た後も第一線で活躍。しかし彼女が女優としての地位を確立してきた背景には、常に枕営業の噂が絶えることはなかった。2000年頃、食事に誘った中尾彬に対し枕営業を匂わせる発言をして中尾を激怒させたのは有名な話。清純派で売っていた広末だったが、ある国際的な映画出演をきっかけに、そのイメージは徐々に崩れ去ろうとしていた。広末さんは2002年に日本で公開されたフランス映画わさびに出演しました。金髪に髪を染めた広末さんが記者会見中に号泣したことが話題となりましたね。あの理由は監督であるリュック・ベッソンとの破局が原因だったとか。破局？ということはつまり、広末さんは映画出演を条件に監督と何回かデートを重ねていました。しかし肝心のオファーはなかなか来なかった。それで彼女はどうしたんですか？あの映画にどうしても出演したかった広末さんは自らフランスへ渡り、監督と一緒に暮らしていたんです。それでようやく映画に出演することができた。大胆な行動ですね。ただ広末さんのフランス語は上達しておらず、演技もうまくなかったことから監督は途中で降板しました。では二人の関係も？あの号泣は監督に捨てられたからではという見方が大きいですね。過去には複数の女性から性行為の強要や暴行で訴えられていたこともあるリュック・ベッソン。広末も同様に SM 行為を受けていたのではという疑惑も囁かれていた。同時期から数々の奇行も報じられるようになった広末。現在報道されている一連のスキャンダルの背景にも、若くして足を踏み入れてしまった枕営業の影響があったのかもしれない。2. 矢口真理。こんばんは。おお、矢口ちゃん、こっちこっち。お邪魔します。さあさあ、今日はゆっくり楽しんでいってね。アイドルグループモーニング娘。の元リーダーであり、脱退後も活躍を続けていた矢口真理。2013年には当時の夫と不倫相手が自宅で鉢合わせたクローゼット不倫をきっかけに離婚。さらに芸能活動休止を余儀なくされ、窮地へと追い込まれていた。しかしそんな波乱に屈することなく、2014年には芸能活動を再開。その背景にあった強力なバックとは？行き先は須郷さんや内藤さんと同じホテルでよかったかな。はい、ありがとうございます。部屋まで送るように言われているからね。はい。どうかした？いえ、ただ須郷さんも内藤さんも変な趣味があるから嫌なんですよね。変な趣味？2013年、このような暴露をしたのは神戸に本拠を置く松浦組系の民族派団体大日本新政会の笹岡和夫。
芸能界のドンとも言われるバーニングプロダクション社長の須方郁夫が NHK の大河ドラマプロデューサー内藤新助に肉弾接待を斡旋していたことを週刊誌が報道。その場に来た女性の一人にはモーニング娘。のメンバーが含まれていたと言われ、世間を騒然とさせていたのだが、クローゼット不倫による活動休止から芸能界に復帰する際、矢口さんは読売テレビのミヤネ屋に出演しましたよね。その直後、読売テレビの前で大日本新政会が凱旋活動を行ったんです。目的は一体？須方社長の斡旋で肉弾接待を行ったモーニング娘。のメンバーは矢口さんだったと明かしたんです。大日本新政会はその接待の用意を依頼されていたのですが、後に大日本新政会の総裁と須方社長との間で金銭トラブルが勃発しました。それで矢口さんが復帰をしたタイミングで出演した読売テレビの前で暴露を行ったというわけですね。しかも当時の矢口さんは未成年だったとか。矢口さん側は認めたのでしょうか？事務所は事実無根だと説明していますが、大日本新政会側は直接会っているので事実無根のわけがないと主張していましたね。芸能界の歴史に残るほどの不倫劇を繰り広げた矢口、10代の頃からさせられていた枕営業もその一因だったのかもしれない。3. 橋本真奈美。国民の愛人として一躍ブレイクしたタレントの橋本真奈美、妖艶な美しさで文字通りテレビの前の男性を虜にしてきた彼女だったが、過去には超セレブな恋愛をしていたことを明かしていた。20代の頃にお付き合いしていた彼は年収が1億円だったんです。1億円？そんな人とどこで出会うの？お金持ちの人が集まるバーがあって、当時は人脈を広げたかったんです。何歳くらい？当時45歳くらいでバツイチでした。3年間ぐらい付き合っていましたね。セレブな彼氏と都内一等地のマンションで半同棲生活を送っていたという橋本。ファーストクラスで海外旅行に行き、ヘリコプターでゴルフに出かけるなど優雅な生活を満喫していたという。しかし長年付き合ってましたが、彼の誕生日には会うことができなかったんです。他にも女の人がいっぱいいたんですよ。プレゼントをもらったりは？欲しいものを提案すると、その都度10万円くらいの現金を渡されていました。ちょっと待って、それって彼氏なの？もしかして？彼氏です。ちゃんとお付き合いしてましたから。3年半ほど付き合っていたものの、会うたびに何かを買ってもらうなど自分にメリットがないと会えない状態に嫌気がさしたという橋本。優雅な日々を手放すことに抵抗を感じる自分にもヘキヘキし、自ら別れを切り出していた。一部ではお付き合いではなく枕営業だったのではないかとも言われる彼女のセレブ生活、肩書きだけではなくリアルに愛人だったのかもしれない。島田紳助喜び組。2021年物議を醸していたのが、タレントのマリエにより告発された芸能界における枕営業の実態。その中で気に入った女性タレントと関係を持ち自身の番組に出演させていると実名を挙げたのが、長年芸能界のトップに君臨し続けていた島田紳助。全部で十数名はいたと言われ、喜び組とまで揶揄されていた島田の愛人たち。その具体的なエピソードが残る4名を紹介していく。喜び組その1、熊田陽子。熊田さん、お待たせしました。撮影の準備整いましたので。あ、はい。あれ、誰かとご一緒ですか？いやいや、気にしないで、すぐ行きます。わかりました。え、今いたのって島田紳助さん？3児の母でありながら現在もグラビアタレントとして活動を続けている熊田陽子。そんな彼女に枕営業の疑惑が持ち上がったのは2007年のことだった。当時写真集の撮影のために沖縄を訪れていた熊田。スタッフが部屋へ呼びに行ったところ、奥に島田紳助らしき姿を目撃。同年6月21日発売の週刊文春でその一部始終が掲載されていたのだが、先週の週刊文春に君と僕が載っていたよ。部屋の奥に僕がおったんやって。ああ、私も読みましたよ。4月17日のことだったみたいなんやけど、僕はテレビのロケで淡路島にいてました。私のアリバイ完璧や。お前俺と似たやつと言ってたな。いえいえ、
私もその日はアリバイがあるんです。東京でお昼の生放送に出演していましたから。週刊文春の発売から1週間後、島田が司会を務めるテレビ番組にゲストとして出演していた熊田。島田自ら報道の内容に触れると、熊田とともに自身のアリバイを主張。さらに双方の所属事務所も揃って付き合ってる事実はないと否定したが、果たして真相は。喜び組その2、小林麻耶。大学時代、明石家さんまのバラエティ番組恋のから騒ぎに出演し、その美貌と愛くるしい笑顔から一躍人気を得た小林麻耶。現在は何かと世間を騒がせることが多くなったタレントだが、かつては島田の愛人だったという説は未だに濃厚。そんな小林と島田の関係とは。二人の出会いは2003年、島田さんが MC を務めていたオールスター感謝祭のアシスタントを小林さんが務めたことでした。まだ入社1年目だったアナウンサーとしてはかなり異例では。恋のから騒ぎに出演していた時から小林さんを気に入っていた島田さんたっての希望で彼女をアシスタントに抜擢したとか、業界では有名な話らしいですね。となると彼女が TBS に入社したのも定かではありませんが、島田さんのコネがあったのではとも噂されていますね。2011年、島田が芸能界引退を発表した直後には旭川空港での2人の目撃談もスクープ。他にもたびたび密会や旅行が報じられており、親密な関係を思わせる行動が相次いでいた。小林本人も出演したテレビ番組では、タレントで医師の西川彩子が新助さんと手をつなぎながら入っていったりすると暴露。一女子大生だった小林が民放キー局のアナウンサーを経て長らく芸能界で活動することができた背景、それは島田の存在があったからなのかもしれない。喜び組その3、藤原紀香。藤原紀香ね、今でこそ梨園の妻で大物女優って風格ですけど、昔を知ってる身からしたら複雑ですよ。と言いますと？彼女1993年から4年間クイズしんすけくんのアシスタントを務めていたんです。当時からあの美貌とナイスバディでしたからね。しんすけさんも中古車センターにフェラーリが来たと興奮気味でしたよ。今以上にお美しかったでしょうから無理もないですね。ただ番組が始まってしまえばコロリと変わりましたよ。ノリカではなく父呼ばわりでしたから、扱いは超 B 級ですね。輝かしい美貌と抜群のスタイルを武器にドラマや CM に出演してきた藤原紀香。現在は歌舞伎役者片岡愛之助の妻として梨園でも一目置かれる存在となっていた。しかしそんな彼女の芸能界での歴史の中にもやはりこの男の名前が登場。藤原がまだ駆け出しの頃にアシスタントを務めた関西のバラエティ番組ではセクハラまがいのひどい扱いも受けていたと言われていた。番組のエンディングでは罰ゲームをするのがお約束で、特におっぱいダーツは強烈でしたね。それは一体？ノリカを椅子に座らせて縄でぐるぐる巻きにするんです。で、強調されたおっぱいめがけてレギュラー陣がマグネットのダーツを投げるっていう。今では考えられないですね。そんなのまだ可愛いものです。もっとえぐいのもありましたよ。もっと？ノリカに目隠しをしてね、触ったものが何かを当てさせるんです。はあ。テーブルの上にアホの坂田でおなじみの坂田敏夫をパンツ一丁で寝そべらせて、しんすけさんが無理やりその股間にノリカの手を持っていくわけです。ありえません。まあ今だったら絶対に放送できないでしょうね。目隠しを取ったノリカは絶叫してうずくまってましたけど、坂田師匠はご満悦でしたよ。関西で屈辱的な扱いを受けていた藤原はその直後に上京し女優業へとシフト。しかし都内でも2人の姿は目撃されており、島田との縁は切れていなかったと言われている。さらに前述したバーニングプロダクション社長の須方郁夫との愛人関係もさやかれている藤原。公私ともに紆余曲折ありながらも手に入れた今の生活は何が何でも手放したくないと思っているのではないだろうか。喜び組その4、伊藤美咲。絶世の美女とも評される美しさで、かつて CM やドラマに引っ張りだこだった女優伊藤美咲。2009年に結婚して以降は芸能活動をセーブ。
現在は3児の母でありながらハワイに在住し、変わらぬ美貌をキープし続けている。そんな伊藤にもまた島田の黒い噂がつきまとっていた。そのきっかけとは。返事遅くてすみません。一番は森ですわ。めちゃくちゃ綺麗です。人間違いますよ。伊藤はアバズレですから、森はパリの社交界ですから、人として全然違います。2011年、暴力団との関係が明るみになり芸能界引退を発表した島田。同時期、週刊朝日が報じたのは、島田から暴力団と関係が深かった元ボクシングの世界チャンピオン渡辺二郎に宛てて送ったメール。関係者が開催する余興に派遣しようとした女性芸能人の実名が白日のもとにさらされ、大きな話題となっていた。その中でアバズレとして名を挙げられたことで、島田との関係が噂されていた伊藤。しかし実態は、伊藤美咲さんにも愛人や枕営業の疑惑が持ち上がっていました。しかし、しかし島田さんから関係を持ちかけられたことはあるかもしれませんが、伊藤さん自身はそれを断ったのではないかと言われています。つまり実際にはそのようなことはなかったと。噂が立っている女性のほとんどが島田さんの冠番組にアシスタントなどの形で出演をしています。しかし伊藤さんには冠番組の出演はありません。ではなぜ彼女のことはアバズレなどと書いたのでしょうか。おそらくですが、断られた腹いせにそのような表現をしたのではないかという説が濃厚ですね。島田の力を借りずとも、伊藤は芸能界での成功を手にすることができたのか。一方、同じメールで名前が挙がっていたタレントの森泉、島田から絶賛されていた彼女はどうだったのだろう。島田さんは森さんに対してめちゃめちゃ綺麗と称賛していましたが、彼女とは関係があったのでしょうか。それについても枕営業の噂はありましたが、考えてもみてください。森さんといえば、祖母があの世界的デザイナーの森英恵さんです。確かに枕営業などしなくても十分優雅な生活を送ることができるセレブ一族ですよね。お金も権力も持つ家族がいる森さんが自ら枕営業に勤しむとは考えにくいのではないでしょうか。芸能界のトップに君臨し絶大な力を持ち続けていた島田紳助、彼に気に入られることで番組出演などの道が開けるとあっては手段を選ばないという芸能人も多数いたのかもしれない。島田が芸能界を引退して12年、現在はそのような実態がないことを祈るばかりだ。 AKB48 のメンバー、2010年代を中心に日本中に旋風を巻き起こしていた会いに行けるアイドル AKB48。 秋葉原の小さな劇場からスタートした彼女たちは瞬く間にファンを増やし、メディアを席巻するまでに成長。しかし、そんな彼女たちの中にも甘い誘惑の手は忍び寄っていたようだ。噂があった3人を紹介していく。 AKB48 その1、篠田麻里子。今日からここで暮らしていいからね。嘘でしょ。僕もこのマンションの別の部屋で暮らしてるから、困ったことがあったらいつでも言って。あとこのクレジットカード渡しておくよ。え、でもこれって僕のカードだけど自由に使っていいから。信じられない。 AKB48 のカビセブンの一人として黄金期を築き上げた篠田麻里子。麻里子様の愛称で親しまれ、姉御肌気質が他のメンバーとの一線を画し、多くのファンを虜にしていた。そんな篠田に対し、2010年、週刊文春は篠田が地元福岡でキャバ嬢をしていた過去を持つこと、さらに AKB48 の運営会社である AKS の社長久保田康氏に指名されたことをきっかけにアイドルになると上京していたことを報道。その後、異例の 1.5 期生としてメンバーに抜擢された篠田がスターダムへとのし上がっていったことは言うまでもない。篠田さんが AKB48 のメンバー入りを果たし、一線で活躍を続けられたのも久保田社長のお気に入りだったからという説が濃厚です。しかし当時の久保田社長は妻子ある身だったのでは。つまり愛人関係だったのではないかとも言われていますね。彼は篠田さんに対し、自身と同じマンションの一室やクレジットカードを提供しプレゼントを与えていたとか。これらの報道に対し久保田社長はなんと。同じマンションに住んでいることや一緒に食事に行く仲であることは認めました。しかし
愛人関係については事実無根であると主張。週刊文春の発行元である文藝春秋や記者に対し1億6000万円の損害賠償や謝罪広告の掲載を求め、東京地裁に提訴したんです。裁判の結果、一審は勝訴するも控訴され、賠償金額も請求の 1.5% となる165万円となっていた。篠田との愛人関係を真っ向から否定していた久保田だったが、そんな彼にとってのお気に入りは篠田一人ではなかったようだ。 AKB48 その2、葛西友美。2006年第2期 AKB48 追加メンバーオーディションに合格したことがきっかけでデビューを果たした葛西友美。3年後にはメディア選抜のメンバーに選ばれ、積極的に知名度をアップしてきた。しかし2013年、歌手になるという自らの夢を実現させるため AKB48 を卒業していたのだが、卒業から数ヶ月後、葛西さんにとって初めてとなる恋愛スキャンダルが持ち上がりました。そのお相手は AKS の社長、久保田康さんです。え、久保田さんといえば篠田真理子さんとも噂があった方では。その久保田社長の自宅へのお泊まり写真が撮られました。二人は何と言っていたのですか。葛西さん側はもちろん知って、さらに久保田社長側も葛西が来たことを知らなかったと認めることはありませんでした。報道の内容を問われた久保田は、葛西が勝手に指紋認証で入ってきてカラオケがある1階で寝ていたのかもしれないと弁明。 AKB グループを創設した際には多額の資金提供を行い、何頭もの競走馬を所有していることでも知られている資産家の久保田。果たして真相は。仮に記事が全て正しいとすると、久保田社長は自身の立場を利用してメンバーたちと私的な関係を持ち、枕営業をさせているとも取ることができますよね。2010年の裁判では勝訴という結果が下されました。しかし2022年に起きた篠田さんの不倫騒動において流出した LINE から、久保田社長と篠田さんとの関係は続いていたことが示唆されたんです。ということはつまり、当時二人が関係を持っていたことも真実味を帯びてきますよね。篠田さんは不倫騒動や離婚を経て現在も芸能活動を続けていますが、葛西さんのその後は。不倫報道の影響でアイドルのイメージは急落しましたが、シングルやアルバムを発売するなど歌手活動を続けているようです。過去のスキャンダルをバネに本業での活躍を見せてほしいものですね。 AKB48 その3、秋元才加。まさに枕営業とは秋元才加のためにあるような言葉だね。日本人の父とフィリピン人のハーフであり、端正でクールな顔立ちが人気の秋元才加。2006年、高校2年生だった秋元は芸能界を目指し、AKB48 第2期オーディションに合格。キリッとしたルックスが当初から異彩を放ち、体育系のキャラからもチーム K のキャプテンに就任していた。しかしそんな秋元にも誘惑の手は忍び寄っていた。秋元さんがキャプテンに就任した直後、 AKB の舞台演出を手掛けていた広井陽次が彼女の部屋に通うお泊まりデートが報道されました。広井陽次さんと秋元さんの年齢差は35歳ですか。彼は秋元さんの部屋で映画鑑賞をしていただけと話していましたが、信憑性には乏しいと言われていましたね。秋元さんは何と。広井陽次が部屋を訪れたことはないと。双方で意見が食い違っているということですね。報道と時期を同じくして秋元は3つの舞台にメインキャストとして出演。いずれも広井陽次により手掛けられた作品であり、疑惑はさらに濃厚に。報道当初は否定していた秋元だったが、その後自身のブログで広井陽次が自宅を訪れていたことを認め謝罪。あくまで演出家として尊敬し相談に乗ってもらっていたことを強調。しかしこの報道をきっかけにキャプテンを辞任。翌年東京マラソンを完走するというみそぎを経てキャプテンに復帰したものの、ファンの失望は大きく、後輩の士気にも影響したと言われていた。芸能界において枕営業は一般市民が想像する以上に広く行われているのだろうか。非道な手段であることは理解していても、彼女たちにとってはもはや引き返す選択すら用意されていなかったのかもしれない。今回自ら暴露を行ったマリアは直後にラジオ番組が終了し仕事を失った。きらびやかな世界の裏に奥深い闇が潜んでいるとも言われる芸能界。
これらのケースはまだ序章に過ぎないのかもしれない。